ホムラがいねえけど、どうした？ああ、そういえば、あいつにはエデンズゼロに乗せるための条件を出したんだった。それが、ウィッチの理性崩壊拷問&快楽マッサージ受けて、しばらくぐったりしてるのよ。それで条件って、ホムラに何させるの？ほら、エデンズゼロには服を作ってくれる部屋があるだろ。ドレスファクトリーか。ハーミットのやつが好きだったよ。そこで俺の選んだ服を着てもらうってのが条件だ。バニーガールとか似合うと思うんだよな。クラリスだわ。大きいモニターに映して。遅れちゃって。そういえばマスターは無事なの？うん、宇宙船に乗せられる前に逃げ出せたって。よかった。これからブルーガーデンに帰るから、詳しくはその時。あ、そのことなんだけど、しばらくブルーガーデンに戻らない方がいいかも。今回の事件がすごく大きなニュースになっちゃってね。レベッカが助けたユーチューバーたちの宣伝とかもあって、ちょっとレベッカのプチブームが来てるのよ。何それ、恥ずかしいんだけど。レベッカ、オイラたちのチャンネルすごい再生数になってるよ。だからほとぼりが冷めるまでは戻らない方がいいと思うわ。じゃ、気をつけてね。ありがとう、クラリス。ブルーガーデンに戻れないとなると、飛行船の手がかりはどこで探せばいいのでしょうか？まあ、いくつか当てはある。それよりほら、せっかくアイアンヒルの近くにいるんだ。見ておけよ。アイアンヒル？暗黒時代を生き抜いた英雄オルギアの巨像さ。あれは英雄アルセリク。暗黒時代、この桜コスモスを守ったと言われる英雄たちさ。すげえ。オーブ聖騎士団、ブルーガーデンの守り神さ。ここに人影らしきものが。宇宙空間に人なんて。お、マジだ、誰かいるぞ。画面に映せ、拡大しろ。いくつか当てがあるとは言ったが、まさかまさか最初の当てで引くあたり、こっちの心を読んでるのかよ、ハーミット。ハーミット？すごい！こんなに明日に見つかるなんて。あいつは昔からこの場所が好きでな、近くを通ったついでに、もしかしたらって。なんか様子が変だ。すぐに回収しろ。もうすっこい。動かねえし、一言も喋らねえ。どうしちまったんだ？体はどこも正常だ。つまり、異常スリープ状態。人間で言うところの、心が破損しています。心が？助ける方法はねえのかよ！こんな状態のアンドロイドをどう直せばいいのか、見当もつかねえ。いいこと思いついたぞ！ハーミットの中に入るんだ。それでな、壊れてる心を治す。中に入る。さすがは魔王様でございます。ハーミットを救えるかもしれません。そうか、だいぶ状態か。じゃあハーミットの心は今
惑星デジタリス、そこにある可能性が高いと推測されます。デジタリス、心が別の場所にあるのか。はい、ハーミットの精神はデジタルの世界にいる状態なのです。デジタリスは仮想空間であり、実在する惑星でもある。実体では決して干渉できない星、超仮想惑星デジタリス。そこにハーミットの心があるなら助けに行くぞ。でしたらダイブしてデジタル化した状態になってもらわなければいけません。私たちでダイブの準備を進めます。どうかハーミットを救ってください。わかった、じゃああとは頼んだぜ。ハーミット、あなたが心を閉ざすなんて一体何があったの。ウィッチ、ちょっとこれを見ろ。回線に妙なデータが混じってやがる。ハッキング？モスコイ？エデンズゼロのセキュリティは完璧なはずですが。ハーミットがいたらの話だろ。何が目的か知らねえが、ベジタリスに行くときにみんなにも何か影響が出るかもしれねえ。ジギ、お前は嘘つきだ。機械に心があったとしても人間には心なんてないじゃない。みんな準備はできたか？ハーミットの心を取り戻しに行くぞ！さあ、早速デジタリスへ行こうぜ。その前に惑星デジタリスについて少し説明しますね、魔王様。もともとデジタリスはローグファンタジアというオンラインゲームだったんです。確かゲームの NPC が自我を持ったとかで運営不可能ってことで放置されたのよね。はい、しかし今でもログイン可能で、NPC たちもプログラムを改変し続けており、まるで本当に生きているかのように繁栄を続けているのです。データ人間が住む星ってわけか。デジタリスでは能力は現実世界の力がそのまま使えますが、それ以上のことはできません。はあ、魔法とか使えると思ったのに。最後にこれだけは注意してください。デジタリスでのダメージはそのまま実体に反映します。デジタリス内で死亡した場合。危険は承知だ。行くぞ、ハーミットを探しに。デジタリスへログイン。これよりデジタルの世界へダイブを開始します。おお、冒険していいわね、チキ。再生数伸びるといいな。